カードはアメリカ海軍の護衛空母、防具急航空母艦の一隻。カードは海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1941年10月27日に C-3 貨物船として寄港した。1942年2月27日に J ペリー夫人によってアベグ -11 として浸水し、8月20日に アッコブ -11 に監視変更。1942年11月8日に JB サイクス艦長の指揮下収益した。カードは1943年1月18日にサンディエゴを出港し、2月1日にハンプトンローズに到着、チェサピーク湾で訓練を行う。5月14日から6月1日まで北アフリカ進行作戦のための航空機と兵員を、 ニューヨークからカソブランカに向けて輸送し、7月5日にノーホークに帰還する。1943年7月15日に区分 -11 に艦首変更され、その後、第21.14任務軍の帰還としてノーホークを出港、ドイツ潜水艦に対する対潜水艦攻撃作戦に従事した。 1943年7月27日から9月10日まで行われた巡行は成功し、カードの関西機部隊は8月7日に U-117 を北緯39度32、整形38度21で8月9日に U-664 を北緯40度12、整形37度29で8月11日に u 525、北緯41度29、整形38度55で、8月27日に u 847を北緯28度19、整形37度58の海域で撃沈している。9月25日から11月9日まで行われた2度目の巡航では、より一層の戦果を上げた。カードの関西機部隊は10月4日に、 燃料補給を行う4隻の潜水艦を発見し、そのうち2隻を撃沈した。U-460、北緯43度13、成形28度58。U-422、北緯43度18、成形28度58。9日後、北緯48度56、成形29度41の海域で U-402 を撃沈した。 10月31日には、北緯49度14、成形31度55の海域で U-584 を撃沈している。この巡行で最後の戦果となった5隻目は11月1日にカードの護衛によって撃沈された。激烈な海上での戦闘の後、駆逐艦ボリーは U-405 と撃突しこれを北緯50度12、 整形30度48の海域で撃沈した。しかしながら、ボリーの損傷も激しく、翌日バリーによって、海没処分された。7月27日から10月25日までの対戦活動の功績で、カードとその任務軍は、主君部隊賞を受賞した。カードは11月24日に、北、大西洋に向けて出港し、3度目の対戦水管作戦巡航を開始した。 12月23日の遅くに、部隊は、ウルフパックに遭遇し、カードは5時間の間に敵と12回の接触があった。シェンクは U-645 北緯45度20、成形21度40で撃沈した。しかし別の駆逐艦、リアリーは3隻の潜水艦により、北緯45度00、成形22度00の海域で沈められた。シェンクが、 レアリーの生存者を救助する間、カードはリケーターのみを護衛として一晩中潜水艦を回避した。部隊は1944年1月2日にノーホークに帰還した。3月18日から5月17日までカードはノーホークとカサブランカ間での輸送任務に従事する。その後オーバーホールを行い、6月4日にクオンセット、ポイントに向けて出航。 パイロットの認証訓練を行う。6月21日に、ノーホークに帰還し、第22.10任務軍の核として活躍した。対潜水艦部隊は6月25日に、ノーホークを出港。7月5日に2隻の護衛駆逐艦、トーマスとベーカーが、U-233 を北緯4 2度1 6成形5 9度4 9の海域で撃沈した。 重症の艦長を含む30名の潜水艦の折組員が救出され、カードは翌日彼らをボストンに輸送した。カードの次の大潜水艦巡行は、カリブ海で7月10日から8月23日まで行われたが、目立った戦果は上げられなかった。9月18日に、第22.2任務軍の機関に指定され、アゾレス諸島沖から偵察巡行を行い、 10月12日には、イギリス海軍第9護衛艦隊と協力して、対潜水艦作戦を行った。1944年12月1日から1945年1月22日まで、偵察巡航を行った後、カードはフィラデルフィア海軍造船所で、オーバーホールに入り、2月7日に完了すると、リバプールに向けて、陸軍の航空機と、陸軍、 海軍の兵員を輸送し、3月12日にノーフォークに帰還した。3月21日から5月24日まで、カードはクオンセットポイントを拠点として、パイロットの認証訓練を行う。6月21日から24日まで兵員と航空機をグアンタナモ湾へ輸送し、その後パナマ運河を通過して、真珠湾及びグアムに物資を輸送。 1945年8月14日にサンディエゴに帰還する。戦争が終了するとマジックカーペット作戦に配属され、8月21日から12月16日まで新珠湾と西海岸を2往復し、帰還兵を帰国させた。カードは1946年1月7日にアラメダを出港し、5月13日にノーホークで予備役となる。 1955年6月12日に、K、K-11 に、監首変更され、1958年7月1日には、K、K-11 に、1959年5月7日にアクフ、悪腐 -42 再変更された。1964年5月2日に、カードは、南ベトナム民族解放戦線の、潜水部隊によって、サイゴンの鳩場で食らいして、沈没。 5名が死亡した。5月19日に引き上げられ、12月11日に任務に復帰した。カードは主君部大将に加えて、第二次世界大戦の先行で3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。